お待ちを。通行証をお出しください。ちょっと鳴神島に急用があって。通行証がないのでしたらお帰りください。規則ですので。はあ、やっぱり旅人、なんか考えろよ。どうやったら外に出られるんだ。勘定奉行の偉い人に直接会いに行くってことか。うい、そいつの手下にはまだ文句が残ってるけど、やってみるしかないな。もしかしたらオイラたちを歓迎してくれる可能性だってあるしな。待て、ここは勘定奉行所、部外者は立ち入り禁止だ。オイラたち、勘定奉行に会いたいんだ。勘定奉行様は普段外国人になんて会わない。早く帰れ、さもなくば我々が。いや待て。あ、奉行様、この二人は遠くから来た賓客だ。そんな古いやり方はよせ。さあ来るといい。話は中で聞こう。へん、今の聞いたか。申し訳ない。私は柊木慎介、勘定奉行柊木家の当主をやっている。君たちに会えて実に光栄だ。会えて嬉しいぞ。今回会いに来たのは、その、まあそうせくな。せっかく有名な二人の旅人が来たんだ。そう焦って本題に入らなくてもよかろう。へへ、オイラたちって有名なのか。もちろんだ。風魔竜を倒し、渦の魔人をも鎮圧するほどの実力を持った人間がこの世に何人いるというのだ。確かにな、おっしゃる通りだ。うんうん。それとリーユエコーでファデュイの計画を阻止し、決戦の最中彼らの執行官を倒したのは本当か。そんなことも知ってるのか。うん、やはり本当だったか。どうしたんだ。いや、何でもない。ただ君たちを称賛しているんだ。お二人がこの離島に訪れたのは実に光栄なこと。かねてよりお二人は熱心な方だと聞いている。我々勘定奉行のためにちょっとしたお手伝いをお願いできないだろうか。いいぜ、遠慮しないで何でも言えよな。はは、よかった。それなら知っておられると思うが、リーユエの山には精神と呼ばれる植物が生えている。オイラたち、それを取ったことあるから知ってるぞ。リーユエに行って取ってきてほしいのか。ああ、新鮮な精神を300個ばかし取ってきてほしい。新鮮で取り立てのものだ。オイラの聞き間違いか。おっと、そんなに面倒なことであったか。そうだな、それでは島の手紙配送を手伝ってくれないか。それならいいぜ。全部で709通だ。おい、どういうことだよ。それって本当にオイラたちがやらなきゃいけないことなのか。はは、すまないね。しかし島は確かに人手不足なんだ。理由もありきたりだな。どうするんだ旅人。
本当に手伝うのか？さすが旅人殿。では私は返事を待つことにしましょう。本当にあんな依頼を受けるのか？おかしすぎるぞ。前に言った依頼はもう終わったかね？終わったら私に言ってくれ。お待ちを。あれ、オイラたちがどうかしたか？お嬢様からのお手紙があります。どうかお読みください。手紙？見せてくれ。これって夜こっそり会いたいってことか？それにお前このことに感づいてたみたいだけど、なんでだ？こっそり何やってんだよ。夜になったら彼女に聞いてみよう。私は柊木千里と申します。お会いするのは二度目ですね。何卒よろしくお願いします。おー、本当に柊木家のお嬢様だったんだな。いえ、そんなにかしこまらずに。あなたの噂はかねがね聞いております。そしてやっとこのような機会を得ることができました。お、なんか雰囲気が変だぞ。今回このように人目を忍んでお会いしたのは、この機会を逃せばもうあなたに話せないからです。何を話すんだ？そのお手紙を届ける依頼についてです。お前やっぱりあの父親の娘だな。それしかないのかよ。いえ、お待ちください。お二方には私の代わりに鳴上島へ行き、天領奉行の次男の鎌治さんまでお手紙を届けてほしいのです。父上からはずっと連絡を反対されておりました。政治の面から見てもっと良い相手を望んでいるのでしょうが、私の心には鎌治さんしかいません。離島で父上に歯向かえる方はいないでしょう。しかし、あなた方は鳴上島へ行こうとしておられる異教の方。そんな事情があったのか。もちろんその代わり、あなた方がここを離れるのを全力で支援いたします。どうか私を信じてください。実はあなた方が稲妻にいる限り、父上はあなた方を離島から出すつもりがありません。おう、それはオイラたちも感づいてたぞ。あんなことを依頼するなんて、最初から足止めが目的だったんだろうな。何日か前に父上と身分の高そうな女性が話しているのを見ました。
異教の旅人をどうやって離島に閉じ込めるのか相談していたようです。父上が将軍様以外の方にあんなにかしこまるのを初めて見ました。そろそろ時間です。あなた方を外に行かせるための計画を話します。今ちょうど外へ送る貨物がありまして。では関所でお待ちしております。手紙のことどうかお願いします。少々お待ちを。その貨物、渡積島まで送るのでしょうか。お嬢様、どうしてここに。おっしゃる通り、これは勘定奉行様から特別に命じられた貨物で、傷一つつけることなく渡積島まで送り届けなければなりません。どうかされましたか、お嬢様。であれば間違いありません。それについて父上が心配されているようで、私と手だれの方を付き添わせるよう手配しました。お嬢様が自ら運送を。あ、いえ、それはお手を煩わせてしまいますし、それにその手だれの方の身分も。時間がありません。遅れれば処罰があると父上から言われているはずですよね。お嬢様、おっしゃることはわかりますが、しかし。しかし何ですか。父上の気性はあなたたちも知っているはずです。私の身に何かあれば、あなたたちに課せられる罰は言わなくても分かっていますよね。あなたたちに私を完璧に守る自信があるのでしょうか。佐都さん、すごいな。人が変わったみたいだぞ。わかりました。お嬢様とご同行でき、とても光栄に思います。お嬢様の身の安全、命と引き換えにしてでも守ってみせます。新之丞、いいのか。ああ、お嬢様がそう言うんだ。部下はそれに応えるしかないだろう。しかし、問題はそこじゃなく。もういいでしょう。早く出発を。もたもたしていると、俗に隙をつかれてしまいますよ。わかりました。出発！お下がりください、お嬢様。ここは私どもが。お前たちにかかってろ。はっ、踏み返せ。実験の相手を間違えた。判決を下す。超拡散。おい、攻撃用意。いや、お嬢様を守るのが優先だ。ここはお兄たちに任せろ。お前たちは佐渡さんのそばにいてくれ。そこだ、これ。一緒に演奏しようぜ。いいさ。危ない。まだ攻撃が来る。千里様、私のそばに。受けよ。受けそうだ。やはりダメだ。止めろ。風を知れ。そこだ。前方にある村で少し休めるでしょう。お嬢様、大丈夫ですか。はい、ここまで来ればもう大丈夫です。旅人さん、あそこが鳴上島へ続く道です。天領奉行から稲妻全土で通用する通行証を特別に発行するよう鎌地さんに手紙で頼んであります。
お礼と。お嬢様？やっぱりそういうことだったのか。こんなことだろうとは思っていたが、新の嬢お前。いや、それはない。お嬢様はきっと考えあってのことだ。ですよね、お嬢様。その、お嬢様がおっしゃっていた、かまじというのは。もう隠す必要はありません。私の意中の人です。意中の人。おいおい、嘘だろ。新の嬢お前まさか。なんでもない。なんとなく聞いてみただけだよ。俺がそんな夢みたいなこと、思ってるわけ。二人とも心配しないでください。このことは何も知らないことにしておけば問題ありません。もし父上が咎めても、私が全責任を負います。そうするしかありませんね。わかりました、お嬢様。でも千里さん、もし本当にバレたらどうするんだ？大丈夫です。父上は小さい頃から私を可愛がっています。ひどくても食事を半日抜きにされるだけでしょう。ご心配なさらないでください。あのじいさんにそんな一面があったとは。ではお二人ともお気をつけて、またいつかお会いしましょう。ほら、さっさと貨物を運ぶぞ。何を詐欺込んでんだ。これで自由だ。そろそろ、トーマのやつを探しに行こうぜ。背中、任せろ。一緒に演奏しようぜ。今回は大物も釣れたよ。この件はわかるかい？もみ散る、散らまき。やはりのは、私旅となれ。ここまで
はあ、風の赴くままに。風の行く先を、行こう。どうにかしてこんな無理を繰り返さんか。
連れたよ。風の音を奏でろ。さい、これでどうだ。狩人、風の赴くままに。やはり、ダメだな、やるばってやれ。ここまで、はあ。風の行く先を。
風を知れ。ままに。それ。いざ。Oh, I'm not.
ゴー。よっ、命を捨てに来たか。雨描きがたし、風の赴くままに。サビ止め。やはり、ダメだったか。風を知れ。風の赴くままに、風の流れる方へ。いざ。背中。行こう。風を知れ。いざ。招待状にある住所はここみたいだな。一般の客は招いておりません。お帰りください。海外から密航してこちらに亡命してきた特殊な客ですね。その格好を見ればわかります。そんなこともわかるのか。で、違う、オイラたちはそんなんじゃ。社奉行の印象、トーマさんですか。お二方は普通の身分ではないようですね。では社奉行の小さな保有地、木漏れ茶屋へようこそ。久しぶりに招待状を手に入れてくる方にお会いできました。お二方がうまくいきますよう祈っております。
やっと着いた。トーマは？トーマはどこだ？あれ、トーマのやつ、まさか約束を破ったのか？約束を破るだなんてひどいな。君たちこそ俺のことを忘れてたじゃないか。どういうことだ？犬が喋った。驚くことはない。俺のこの状態を見るのは初めてだったかな。うん、リーユエではこのようなものを見たことはなかったのか。そうか、おいらなんか分かった気がするぞ。もう冗談はここまでにしよう。おい、お前ってやつはなんでいつもこうなんだ。離島の時も茶屋の時も君たちを待つ時間がとてつもなく長くてね、こんな特殊な待ち合わせ方法を考えたのさ。でもやはり二人には俺からのきちんとした謝罪を受け取ってほしい。これまでの数々の試練は必要な形式だったんだ。すべては君たちをお嬢のところまで連れて行き、俺たちの来航に立ち向かえる仲間になれるかどうかを見極めるためのね。真面目な顔になったからって、オイラたちが許すと思うなよ。やりすぎたかな。悪い悪い。君は最初から規則なんかにとらわれるような人じゃないだろ。君の意志は揺らぐことがなく、屈服することもない。はるか昔、俺もそんな仲間を一人持っていた。しかし、来航が下され。へえ、君たちも彼のことを知っているとは。どうやら彼の光は、かすかなものなんかじゃなかったみたいだ。もちろんさ、シャブ行所の神里府まで連れて行ってあげるよ。だがその前に、もう一つ二人には来てほしい場所があるんだ。あ、どこだ？鳴神島に住んでいる限り無視することのできない建設中の巨大な千住百目神像だよ。いざ。行こう。この心臓の周り、なんか殺伐とした雰囲気が漂ってるぞ。普通の人はこんなとこ近寄りもしないだろう。あれ、よく見ると上にはめてあるのは神の目。神の目！メガリレーで押収した神の目をこの心臓にはめ込んでるのか。やはりもうメガリレーのことは聞いているんだね。君たちも知っての通り、モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。ライデン将軍は稲妻の統治者であり、稲妻の神でもある。
1000年も変わらない永遠こそこの国を司る彼女の意志なんだ。そのため三奉行によって国政を固め、鎖国令で人員の流動を阻止する。稲妻をそのように静止した状態にし、時間という流れから逸脱させ、稲妻を不変のまま永遠までたどり着かせる。それが将軍の考えだ。神にも自分たちの考えがあるんだな。もちろんこれは俺自身の見解だけどね。最近行われているメガリレーの理由については、もしかしたら将軍は神の目が人々に変革の力をもたらすと思っているのかもしれない。そのような不安定な存在は将軍の思う永遠にふさわしくないのだろう。だから雷電将軍は天領奉行の部下たちに神の目を集めさせ、この心臓にそれらを一つ一つはめ込んだ。この千住百目心臓は稲妻の永遠の象徴とも言えるだろう。なんか雷電将軍ってちょっとわがままじゃないか。君たちみたいな異教人くらいだろうね。そんな風に雷電将軍を批判できるのは。だが俺もそう思うよ。メガリレーはあってはならないものだ。お嬢はメガリレーが出されたその日から抵抗する決心をした。あれ、どうしたんだ、そんな顔して。音？俺は聞こえなかったけど、何か起きたのか？心臓に触ったんだよな。何かあったのか？願い？確かにそれはある言い伝えを裏付けることになるね。聞いたことはあるかな？人の願いが一定の強さに達した時、神の視線がそのものに降り注ぐ。それが神の目の由来なんだ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。もし君が言ったことが本当であれば、どうやら人々の願いは俺が思っていたよりも根強いものだったようだ。さあ、鳴神島のお客人がだ。そろそろ次の場所、神里府へ向かおうか。やっと行けるのか。いざ。行こう。いざ。もっと熱くなれ、反逆の音を奏でろ。はい、
歌よ二色。風の行く先をもみ散る散らまっ判決を下す。行こう。よし。見つけた。覗きは。今のを知らせ。ロックの時間だぞ。風を知れ。そこ。うん。裁きを受けよ。屋敷で何かが起こるなんてことはありません。これが稲妻の両家の屋敷なのか？なんか思ってたほどそうでもないような。神里府へようこそ、お客人方。お嬢がお二人をお待ちしておりますよ。お前がずっと言ってた白鷺の姫君だよな。どこにいるんだ？屏風の後ろ？シ
茶奉行の御令嬢はいつもこうして客人と接しているんだ。100年も続いている茶奉行の習わしだ。許してやってくれ。まあ、高貴な白鷺の姫君だからな。海を渡り、長旅で疲れていることでしょう。ここへ来てもこのような形でしか会うことができず、本当に申し訳ございません。お二方の到着をずっと楽しみにしていました。トーマからの報告で、お二方に形勢を変えるほどの力があることも確認しております。昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。社奉行は将軍様に仕えているとはいえ、職務上人々と最も近い立場でもあります。もともと奉行の権力は民の信頼から来るもの。このような状況を見て見ぬふりをしていては安心して眠ることすらできません。言ったでしょう、お嬢。そのやり方じゃダメだって。あ、少々お待ちを。どうかお待ちください。あなたを将軍様のところへ導くことを約束します。その代わり、私の三つの願いを叶える手伝いをしてください。どんな願いなんだ？三人の神の目を失った方々にまつわることです。彼らにお会いすればあなたもきっと。村を守る武人、過去にメガリレーを執行していた武士、それと天下一を目指す剣術家、これで合ってるか？はい。その者たちをできる限り助けてあげてください。私はここであなた方の帰りをお待ちしております。ではお願いします。頑張ってくれよ、みんな。